こんにちは。今回はここ毎月の恒例ともいえる値上げについてお伝えしようと思います。今後長期にわたる影響を見据え、秋からの値上げをすでに発表している企業が多く、思った以上に値上げの幅、品目が大きいようです。為替は昨年末の1ドル116円から現在の1ドル136円までと、すでに円安がすごい勢いで進んでいますし、米の感染症も再び勢いを増しています。不可抗力が多すぎて混乱しそうになりますが、食品ばかりではなくエネルギー、サービスなど、ひとまずは年末までのご参考になれば幸いです。値上げされていく商品に手をこまねいているのではなく、この動画がご自身の必要としているものと不要なものとをはっきりと分けて考える方向づけやきっかけになればと思います。備蓄にもお役立てください。ここでサブチャンネルとツイッターの紹介です。サブチャンネルではメインでは取り扱わない話題、ニュースなどを雑談形式で、ツイッターでは動画になる前のネタなどを切り取りつぶやいています。よろしければ概要欄のリンクよりご登録お願いいたします。食品は6月1日と比べ7月1日の時点では平均で 15% 値上げとなりました。冷凍食品は 8% から 20%、 パスタ 3% から 8% と値上げとなっています。値上げの前に品薄になるという現象もたびたび目にされるのではないでしょうか。特定の品目だけが毎月値上げというのではなく、月ごとに変わる変わるいろいろな商品が値上げされています。輸入の原材料については主要産地の不作や輸送費が高騰するなど、そして続く不安定な世界情勢の影響で穀物の相場が上昇していることが原因として挙げられます。これらを材料とするパン、スナック菓子、冷凍食品、パスタなどは国内製造であっても仕入れコストが高くなっていて、それが大きな要因となり企業の利益にはつながりにくいということは皆さんご存知の通りです。今月7月からはパンや食用油、小麦粉など値上がりし、張り紙などがされていたのは皆さんはすでに目にされていると思いますが、砂糖も出荷価格ベースで7月時点で今年4度目の値上げをしており、大豆とおもろこし由来の甘味料とともに大量に材料として消費する飲料、お菓子、パンなどの価格にも大きく影響してきます。お菓子やパンはいかに小麦と砂糖でできているかを思い知らされますね。8月からはカレー類や魚介練り製品、9月からはワインやコーヒー、缶詰、アイスクリーム、マーガリンなど、2022年に入ってから数度目という品目も目につきます。外食も食材のほかに光熱費、人件費などのコスト高騰により各社値上げを発表しています。エネルギー、天然ガスや石油の調達が難しくなっているのは皆さんご存知の通りですが、8月1日からは東京電力、中部電力、九州電力、北海道電力の各エリアで電気代がさらに値上げされます。関西電力、中国電力などのエリアは現行の制度で決められている価格の上限にすでに達しているため値上げは据え置かれます。中部電力は7月26日12月分より一部電気料金メニューでの上限価格の撤廃を発表しました。今後燃料費の高騰が続けばエリア内は電気代が青天井に高くなる可能性があります。消費者側としては決して無駄遣いしていないのに、大きな勢力の都合で光熱費が上がっていくのは何とも理解に苦しむのですが、それでもポイント還元などをうまく利用して乗り越えたいものです。ガジェット類、タブレットやスマートフォンなどのガジェット類も円安の影響でかなり値上げが進みます。各キャリアを通して分割で購入されている方でしたらあまりピンとこないかもしれませんが、今後支払い回数や1回あたりの支払額が増える可能性があるかもしれません。このような状況ですから中古市場に出回る端末であっても状態のいいものは相場が上がったり在庫が限られたりということが起こっています。端末の調子がいまいちで買い替えを検討されている方は、買い替えるなら今が最安ということを念頭に置いて早めに検討しておいた方が良さそうです。サービスなど食品や日用品は毎月のように値上げが進んでいますが、秋からは住宅設備、種類、
郵便送料なども値上げが始まります。鉄道やタクシー、配送料なども原油の価格上昇や供給がタイトになっているということが原因となり、もう一段階の値上げが始まります。衝撃が大きいのは雇用保険、後期高齢者医療費負担、火災保険など毎日かからないけれども請求が来ると家計に大きく響くものが10月に値上げを控えているということです。中でも火災保険は近年の自然災害の増加に伴い支払われる保険金が増えているため、10月より契約期間を最長10年から5年へと短縮されることが発表されています。原料高や為替リスクだけではなく、今年に入ってからは噴火や地震、大雨などがひっきりなしに続いていますね。日本は災害がいつ起きてもおかしくない国ですから、今年に限らず備えておくことは当たり前のこととして織り込んでおくべきです。災害リスクは年々増大しているということも念頭に置いておかなければなりません。短期と長期のリスクに備えていこう。長期では予告がされている値上げに対しての家計の見直しやストックなど、短期では目の前に迫っている災害などに関しての家の外回り内回りの整備、インフラが途絶えた場合の備えも並行して進めていかなければなりません。このように情報は前もって入ってくるので、それを十分に活用すれば各々が本当に必要とする備蓄を少しずつでもしっかりと積み上げることができると思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。